目的地到着。こっからはね、またゲート開放を連続していくんだよね。だからマックスを助けつつ、守りつつ、ゲート開放する。だからこっちはね、マックスの援護に回るんだけど、まあ、基本的にね、ゴリ押しで多分なんとかなる。9時16分か。特ダネだね、特ダネが。ちょうど、なんか占いみたいなのやってるところかな。占いみたいななんかわかんないけど、ロボットが、なんかやってるところかな。小倉さん了の、解、了解、了解。頭もちょっと汗ばんでくる感じかな。ちょっとわかんないけど。ズラも取りたいよな、もうそろ。なんでズラなんて被っちゃったんだろう、小倉さん。敵がこうやっているけど、マークしてもね、仲間がやっぱ撃ってくんないから、もう俺が自力で撃つかも。ちなみにこの赤い肩パッドのやつ、体力なくなると突っ込んできて、自爆特攻してくるっていう、まさかの神風特攻キャラなんだよね。だから近くで倒しちゃうとね、自分も爆風に飲まれる可能性があるっていう。目の前にいるな。はい、死亡。あ、いたいた。もうあれだ。お出迎えがしっかりしてるわ。待ち構えすぎだろ、目の前で。うわ、もう隣にいるじゃん。え、俺のこと見過ごした。見逃した。あれ、お前仲間か。違うよな。それは違うよな。見えなかったのかな。それともあれかな、急な用事ができたのかな。あ、ちょっと先に上がらせてもらいます、みたいな。で、この階段ね、降りた先に、さ、最後のゲートがあると思うんだけど、そこに結構敵が多いんだよね。ここか。さ、待ち構えてんだ。あかん、ちょっと撃たれてる。死角から狙ってるな。からでも確か覗けたような気しないでもないんだけどな。あ、もう登ってきてるか。まあ例によって双眼鏡を覗いてから銃のスコープを覗くという、このゲーム特有のテクニック。これがまず基本テクだから、このゲームの。双眼鏡を覗かないと銃の照準狙えないっていう。あ、いた。わ、手すりが邪魔。あれ、手すり越しで撃てる？手すり越しで撃てます？そんなことあんの？見えないけど。手すりで見えない。あれ、なんかめちゃくちゃいるな。こんぐらいで大丈夫。いるね。走ってるね、この狭いところ。あ、どっかにいるか。動くと当たらないだろ？動くと当たらないだろ。とりあえずゲートちょっと無理してもらおうかな。こうなったら。先にマックスになんとかしてもらってからの。後ろに多分一人いるな。まずマックスにゲートここ開放して、ここを開ければ、とりあえずここのステージクリアだから。あ、階段の下か、こいつ。こいつ、あれだな、性格悪いな。なんか当たんねえな。うまく当たんない、当たった。さあ、あとは時間との勝負かな。もう早く開けてよ。もうちょい、もうちょい。いや、そういう、いいから。そんなこと喋んなくていいから。あとはもう皆さん、藤原紀香をお楽しみください。水着姿の、ちょっとプルンってなるんでね。ちょっと胸がプルンってなる、動くと。まさか藤原紀香もモーションキャプチャーしてるとき、こういう格好させられる。まあ、ゲームの中だけだけどね。ゲームの中だけだけど、こんな格好になるとは思ってなかったろうな。これがまあラストダンジョンだね。動力炉破壊しろっていう、まあ、コアを破壊せよってやつなんだけど、割とね、めんどくさいね、ここも。本当にここがまあ最、ラスボスみたいな感じなんだけど、ラスボス自体はね、自体は、
特に何をしてくるわけでもないんだけど、あのなんか白いさ、触手みたいなやつ。これ10個だっけな。これをまず破壊するんだよね。これ。で、それ撃ってる最中に、ザコキャラが俺を狙ってくるっていう、藤原紀香を狙ってくるっていう。それが鬱陶しいんだよな。ひたすらこれをやっていくだけっていう。マックスももうやることないんだからさ、俺から離れるよって思うんだけど、まああれだ、マックスが身代わりになってくれたらいいわ、俺の。どこにいるんだ？あ、ここか。いや、援護してくれって、そりゃこっちのセリフだわ。お前らが何とかしろよ、俺の援護をしろって。お前ら一切動力路攻撃しないだろ。お前ら、お前らの援護してたら一生コア破壊できないわ。味方はね、このコア撃ってくれません。これがね、360度あの白のこの、なんだろう、これ線っていうのかな、わかんないけど、ケーブルかわかんないけど、この太いやつ。あとなんか残り9本だね、360度あるから。まあ、俺がこの白い触手を売ってる様をひたすら見てください。あんまりね、場所は動かない方がいいと思うんだよね、自分の場所は。敵もね、もう上から下からね、あらゆるところにいるからね、動いちゃうとやっぱ味方のね、近くにいた方がいいかなとかって。あの壁になってくれるから、俺の代わりね、周りのあの的になってくれるから。先行しすぎると、1人になりすぎると壁がいなくなっちゃうから、ちょっと自分だけが狙われるとかね、あって、そのコアを撃つ暇がなくなってしまうみたいな。こっからでもだからね、見れるところあるんだったら、もうこういう風に場所変えずにね、標的撃てるんならもうこうやって撃っていった方がいいと俺は思う。残り7本か。なんかもう飽きてきたから、このなんか同時に2つ壊してみますみたいな。完全に集中力切れてるわ。なんか集中力切れるとこういうことやりたくなるよな。なんか1本だけ狙うんじゃなくて、なんか時々2本もちょっと、2本目もちょっと2本連続でみたいな、なんかやっちゃうよな、こういうこと。なんか1つのことに集中できなくなるわ。何かと何かを同時進行みたいな。稲川淳二的に言うなら、ドレルチンコしてんだよねみたいな。あの恐怖の現場の空耳的な話をすると、あれ最高に面白いよな。もう暇な時見てるもん。暇さえあればもう恐怖の現場見てるもんな、稲川淳二の。もうなんなら稲川淳二のために暇を作ってるとこあるからね。もう手段と目的が入れ替わっちゃってるぜみたいな感じなんだけど、いやもう早く 早くして、これ。もういいでしょ、妙に体力あるな、これで。あれか、すべての、あ、まだか、あと何本だ。え、まだある、まだもう1本あるかな。もう1本見えないところにあるっぽいな、これ。ちょっと回して、ちょっと回って見てみっか、ここら辺りで。あ、1本あった。まだあります、まだありました。あ、マックス撃たれてる、俺の身代わりになってるわ。こいつ死んだら多分ゲームオーバーになるとは思うんだけど、個人的にはマックス好きじゃないんで、死んでほしいわ、仲間だけど。仲間だけど最初に死んでほしいわ。映画とかだったら。これで大丈夫か？来た。これでコア破壊できる。できる。真ん中のこれ。光ってるとこだね、多分。狙われてんな。ちょっとこれまずいか。さすがにちょっとまずいな。
位置変更して路線変更して、体力結構あるな、めんどくさいな本当に。めんどくさいって言っちゃあれだけど撃たれてる。どこら辺の位置でいいんだろう、ここら辺でいいか。もう静かに撃たせて、静かに撃たせて、本当お願いだから。もう敵も諦めてよ。半分までいったね、あと少し、あと少しで物語終わります。あと少しで物語終わりますよ。こんなレベル87まで上げてね、火力の高い銃使ってでもこれだけ時間がかかるっていう。多分レベルね、なんか話によるとやっぱ90超えるとやっぱなんかもっとすごい武器が手に入るみたいなんだけど、はい、クリア、目標破壊。めんどくさいんでちょっとやめました。残り3つレベル上げればいいと思うんだけど、割とめんどくさいんだよね、ここまで来るとレベル1つ上げるのも。4分か、それでも4分しかかかってないのか。体感時間はすっげえ長かったけどね。さあ、ミネルバ作戦を終えて帰る一同で、あれだね、入院してる隊長の元へ向かうみたいな感じかな。あの爆風に巻き込まれて生きてるって、生きてるって言ってもなんだろうな、右腕損傷とか顔面ただれてたりとかするんだろうな、多分足一本なくなってるとか。爆弾ってそういうことだからね。こんな普通のところにあれなんだ、隔離とかされてるわけじゃないんだね。狙われて殺された人なのに、殺されそうになった人なのに、こんな一般病棟に。あれ左腕だけ？ピンピンしてんじゃんこいつ。てかこの格好でここまで来たんだ藤原のりか。当局ではこの事件の犯人追及に全力を尽くして当たっていますが、依然として手がかりはつかめておりません。ミリオタって間違えられそうだよねこれ。ミネルバ社会長のコメントです。今回の出来事は大変卑劣な行為です。我が社はこのような愚行には断じて屈しません。池田秀一じゃん。犯人検挙のために我が社は最大限協力いたします。シャーナルズブ、どうぞ。体の調子はいかがです？ミネルバの工場爆破のニュースを見てたんですか。こんな物騒な世の中だからこそあなたたちが必要なんですよね。頑張ってくださいね。にやりみたいな感じだね。ええ、もちろん。にやりみたいな顔してる。微妙にブスな藤原紀香だよね。そっくりさんみたいだもん。藤原紀香は美人、美人じゃないけど、あ、美人じゃないけどじゃなくて、ブスじゃないんだけど、でも聞いたことないよな、藤原紀香のファンって。リアルで見たことがないわ。さあエンディングです。モーションキャプチャーのこのメイキングシーンみたいなのがこのエンディングで見れるんだけど、あの一切水着とかにこういう風になってないからね、普通の服着てるから。だから本人もびっくりしてんじゃない、出来上がった時、あれこんな風になってんだみたいな。でもモーションキャプチャー自体はプレステ1の時からあるからね。それこそあの筋肉番付のゲームなんか、あれケインとかモーションキャプチャー撮ってると思うから。ていうかウィーレか、コナミといえばウィーレかな、やっぱりモーションキャプチャーっつったら。ウィーレの前からあんのかな、鉄拳とかバーチャとか。ウィーレの方が先なのかな。ああちょっとわからんな、そこらへん。あ、ほら、こういうとこだね、こういうシーン。全然水着になってないけど、水着になってるっていう。撮影シーンの時は。
ちょっとバイオハザードっぽいもんね、格好が。そっか、ウィーレかな、バーチャかな、どうなんだろう。どっちが発売最初なんだろう。ウィーレ VS バーチャ。